どうも、YouTube ご覧の皆さん、ジゴさん、キーチャンネルです。今日はね、今、朝9時半ぐらいなんだけど、今ね、実家からのね、電話で目を覚ましました。非常に眠いです。本当はもっと寝る予定だったのに起こされたんで、もう、なんというか、胃のあたりが、ちょっと気持ち悪い状況です。起こされたというかね、電話がかかってきた理由は、インターネットが繋がらないと。これ定期的に起きるんだけど、なんとかなんないかな。我が実家のね、インターネット、なんか、繋がらなくなるんだって。今回はね、ケーブルを抜いて、一回掃除して、もう一回差し直したら繋がらなくなったっていうんだけど、本当にケーブル刺さってるっていうね、やりとりを今ね、15分ほどして、一旦、もう一回様子見ということになりました。まあ、そんなわけで今日、そんな一日を記録しようと思います。もう、こんな始まり方すると思わなかったのに、もうしばらく寝たいよ。布団の上でダラダラしていたら、時刻は、よいしょ、10時51分になってしまいました。まあ今日は、ちょっとまあ買い物これから行こうと思うんだけど、そんなにね、髪の毛も、まあ寝癖もひどくないと思われるんで、まあ、このまま、髪の毛をこのままでちょっとね、今からスーパーに行こうと思います。まあ今日欲しいのはなんだろうな、魚かな。やっぱ久しぶりにちょっとまた魚がやりたいのと、あとお餅をお正月に向けて買いたいの。お餅と海苔だね。お餅と海苔、魚。あと野菜がちょっと足りないから、お味噌汁作る用の野菜を少々、行ってきます。スーパーから帰りました。今時刻は11時46分今日はすごいものを買いました。まあすごいものが後から多分出るんだけど、まず普通のナス200円ぐらいで、今回はちょっと挑戦だね。セロリ100円です。これで2本入って、でセロリは何ブイヨンを作るのにやっぱりあった方がいいかなと思って、ブイヨン用と、まあ俺食べれるか分かんないけど、食べる用のセロリ、そしてこれですよ。表記は魚というふうになっていますが、これはマダイです。でマダイをね、一匹もののやつだったんだけど、こんな感じ。1匹1580円、税抜きだ、税込みで1700円なんだけど、これね、自分でやろうか迷ったけど、今日は魚売り場に人がいてね、やっぱ昼行ったから、さわやりますかって言われて、でタダでやってくれるっていうことだったんでやってもらいました。でまたアラもね、アラでまたベッドパックしてもらったんで、これで何またパエリア2を作る時の、出汁にしようと思います。これはまあ冷蔵庫で、トマトで、これから味噌汁作るからおなめこさん、そして焼き海苔名人、まあ何でもいいんだけど海苔は。でアイスがやっぱり久しぶりにやっぱ食べたいということで、今日これ買いました。ブラックチョコレートアイスバー新水1978。これね、甘さ控えめ赤城のやつ美味しいんだよね。カロリーも低いんじゃないか、勝手に決めつけるが、あんなこともないか。1本あたり75、そんなに低くはないですね。これは美味しいので、ブラックは。そして買っちゃいました、佐藤の切り餅。これはお正月に備えて買いました。まあ海苔とこれで食べようという、そういう作戦です。以上です。で異常な量のわかめが入ったので、もしかしたら今日は味噌汁というよりはわかめ汁になった可能性が若干存在します。まあいいでしょう。骨抜きがどこかに行ってしまったので困ってます。マダイね、どう乗せるんだろうね。この皿に乗せ方が分かってないっていうのがね、見よう見まねだとなんかこんな、まあ、タイの半身を食べるというのは、まあ、食べ過ぎという説はまあありそうですが、とりあえず鮮度がいいやつはやっぱり刺身で食べるが吉でしょう。タイのお刺身、ほとんどお魚屋さんがさばいてくれたやつ。これはいいね。
もう味噌汁一つ使い切っちゃうんで中まで残さず貧乏くさーくやっていくんだよね、うちは。正直わかめ入りすぎて、もう味噌汁というよりかは、あ、これ溶けてねえわ。まあこんな感じ、味噌煮だね味噌煮。本日のお昼ご飯、白米炊きたて、味噌煮作りたて、タイのお刺身、マダイです、いいやつ。そして、ブロッコリーはチンしたやつ、これを食べます。食べますか絶対美味しいもん、もう分かってるからな、これ答え出てるから、食べる前に、食べなくても分かる。どうですかこの、ちょっと待って、これ美しいわ、やっぱり。やっぱスーパーのね、鮮魚係、鮮魚なめんなよって話だね。やっぱすごいわ、上手に皮も引いてあるわ。まあ、中骨を取るね、骨抜きがどこかにやってしまった私が非常に、大きな失敗をしたなというふうに思いますが、また買う、ちょっともう一回探すか、ちゃんと。それはどこ行ったんだよ、中骨抜き。もうちょっと話しながらちょっとよだれが止まんねえわ。いただきます。まずはタイからだよね、それは。今日はタイだよな、主役が。醤油を、ほんの少し、つけて、いただきます。うまっ、幸せでしかないね。なるほど、うまいな。要するにこれが半身で、今食べてる部分がいくらかというと、金額換算すると800円くらい。仮にアラの値段を0円だと換算して800円だから、実際アラも使うから、うんうん、非常にいいんじゃないですか。非常にいいです。そして味噌煮、味噌煮はもうね、安定してんだよね。もうこれはもういつも同じやり方というか、適当にぶっこんで作ってるだけだから。うんうん、あ、今日火の通り具合が絶妙、完璧だ。うんうん、ただわかめをね、普段の4倍ぐらい入れちゃってザカザカザカって入っちゃったんだよね。うん、あ、今日火の通り具合絶妙だわ。結構ナスってまあ火の通り難しいと思うんだけど、いいです今日。そしてブロッコリー、最近はこのドレッシングかけて食べちゃってるな。マヨネーズ単体でもいいんだけど、ドレッシングの方がなんかやっぱ美味しい。やっぱごまの風味があるからかな。値段の話戻るけど、タイの半身で700円だもんね。しかもこんだけ食べられて700円だったら全然ありかな。やっぱりそうだね、お寿司屋さんはまあ一番高いし、刺身で買うのが2番目に高くて、魚屋とかタイとかいいのがあったら3枚おろしにしてくださいって言えば、うんうん、一番いいかもね。三枚おろしの値段とかあると思うんだけど、ここはね、うちの行ってる近くのスーパーは、処理が無料だって言ってたから。うん、じゃあお願いします。今日はやってもらっちゃいました。よくアメリカ人の同僚とかとも飯食いことがあって、で、よく言ってね、クックドフードを食わせてくれ、そろそろ、みたいなこと言うの。クックドフード。まあ、要するに調理された。いや、刺身って調理されてるよって言っても、いやそうじゃないんだっていう言いたいことは分かってて俺も言ったんだけど、まあ毎日、正直どうだろう、毎日刺身でも多分飽きないよね。まあ人によって好みはあるけど、日本人の大半は飽きないんじゃないかな。毎日お刺身が食べられますって言われたら、どうだろう、俺は嬉しいけどな。まあ種類が毎日同じとか言われたら、でも毎日マグロだったら正直食えるな。猫だって食べてるわけだしね、マグロの缶詰、ね、それだったら俺も食えるわ毎日
毎日サバって言われたら結構きついかもな。油多いし、刺身でね。まあ料理方法変えてってだったら全然いいと思うけど、毎日刺身はまあ基本 OK だよね。いろんな種類に分けられるんだったらもう全然問題ないし、毎日マグロも問題ないわ。やっぱ王様のマグロがいれば1年365日マグロの刺身は絶対食えるな。まあちょっと自分で捌くのちょっとだけ楽しくなってきたけど、やっぱこういう大きい魚は、うん、まあ、プロにやってもらう方がいいね。アジフライを自分でやるのはいいけど、アジとかやってくれんのかな、三枚で。多分やってくんないよね。まあ今回一匹の値段が1700円ぐらいするから、まあなんていうか多少その辺はもうサービス料として乗ってると思うから、まあうん、いいと思うけど、一匹200円ぐらいのアジをさばいてくれるのかな、やってくれるのかな。多分まあお願いしてみようかな。まあ料理も好きだし魚さばくのも好きだけど、でもよりたくさんの身が食べられて手間がかかんなくて値段が同じだったらそっち取っちゃうな。まあ動画として映えないのはわかるんだけど、でもそっち取っちゃうな。まあ明日のパエリアやるんだけど、その時アラの方を見てみようと思うけど、多分すごい上手に多分切り分けられてるんだろうなと思うと、もうワクワクしちゃうよね。アラを見るのがワクワクするっていうのもすごいよ。一回300円ですって言われたらちょっと練習して頑張ろうかなっていう気もするけど、無料という言葉にもやっぱりちょっと弱いね。弱いな。お昼を食べてダラダラしてると、時刻はもう14時43分。まあこの辺りからちょこちょこね、動画の編集でもしていこうかなと思います。ちなみにちょっとすげえ散らかってて、これを見せるのはあれなんだけど、まあこんな感じですというのを見せるために、今私の机の周りはこれが私の普段の動画の編集で見ている、画面です。まあ2つあって、まあこの2つのディスプレイをまあなんていうか見ながら、作業を進めてます。まあメインがこっち、サブがこっちで、まあ2個ぐらいあった方が便利なんで、まあソースとか醤油とかも置いてあるんだけど、まあそこは多めに見ておいてください。まあこんな形でね、普段は2枚のディスプレイをね見ながら、こうさながら仕事のように編集をしています。この日は何かな、外動画かなかなんかの編集をしていて、まあ集中してると結構がっつりできるんだよね。いやあ、17時7分。何時間ぐらい ?3 時間ぐらいやったのかな。よし、体も、なんていうか、ちょっと、へたってきたというか、疲れてきたんで、ここで、フィットボクシングですよ。ここで運動。軽めにトレーニングを終え、時刻は6時41分。まだ晩飯にはちょっと早いということで、めっちゃ調味料並んでるな。なので、まあ動画の編集の続きをやります。この日は結構調子良かったんでね、さらに、まあ、ここから2時間くらいかな、編集しました。そして、待ちに待った晩ご飯、8時半くらいだと思うな、多分食べてるのは。ね、お昼ちゃんとしたタイのね、お刺身食べました。お味噌汁作りました。でそういう日のね、もう一食作る気にやっぱならないんだよね、まあ、これは多分、まあ、皆さんそうじゃないかと思うんだけど、なんとね食べてるのは、卵ですね。これ卵かけご飯、卵3個で作ってます。あ、これちょっと殻入っちゃったってやつです。
まあね、私がね、まあ、動画にしてない時のご飯は結構手抜きだね。まあ一応でも、まあ他のものを一番奥に見えてたのはピーマンなんだけど、まあ、バランスをとってタンパクの卵、そして食後は、これアイスかな、また多分追加でアイスを食べながら、ビッグバンセオリーっていうね、あの、アマプラで、動画を見ていますね。左見ちゃ右見ちゃして、まあ動画見たりツイッターを見たりみたいな、そんな暮らしをしてます。そしてこの日偉い。ちゃんとね、食べたものの食器片付けやってるんだよね。まあ、最近はね、こう、どうしても、ほっぽらかしになることが多いんで、まあ今日のね、そのタイの前の、皿洗いの反省を生かしてしっかりと、終わったら、ちゃんと片付けるというのを、この日はやってるね。まあ毎日やってるわけじゃないんだけど、この日結構ね、やる気があったんだろうな。はい、それで8時41分か。なるほど。まだ編集しちゃいますか。特にやることもねえというか、今日体力もあるし。まだまだ今日いけると思ったけど眠くなってきたんで、もうお風呂入って寝ます。まあそんな日もあるね。急にやっぱお腹いっぱいなんで眠くなるよね。9時27分。早いけど寝る準備で、寝る前はね、このストレッチが大事なんですよ。ああ、こうやってる時暇なんで、携帯をいじってしまうと、これが眠りが浅くなる原因であるということは、まあそうなんですが、終わり。ああ、ほんならね、おやすみなさーい。